誰だって可愛く変わりたいんだ。知らない顔しても意識し合ってる。背伸びしためいくドキドキだけど、気づいてくれなきゃダメなんだから。付き合ってるとか、流行りの服とか、期末試験とか、毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。めんどくさがり屋でちょっと人に泣かされる。隠し事だってあって普通に元気